今日は職員でカードゲームのルール確認をしました。船と障害キッズには120を超えるおもちゃや楽器があります。すべてのものの使い方を把握するのはなかなかに大変です。なので定期的に職員間で遊びの確認をしています。この日はキャット&チョコレートというカードゲームです。主札にアイテムカードを用意してめくられるイベントカードをクリアしていきます。この場合はイベントカードに両親の喧嘩をアイテム3枚を使って止めると書いてあります。アイテムにはテント、石鹸、猫が書いてあります。プレイヤーはこの3枚で物語を作ってイベントを切り抜けます。その物語で切り抜けられたかどうかは周りのプレイヤーがジャッジしてケツを取ります。勝ち負けはありますが、それよりも物語を作ることを楽しむゲームです。iKids でぜひ遊んでみてくださいね。